どうも、みつみついと申します。はい、というわけでね、今日も集まれ動物の森やっていきたいと思うんですけども、今日はね、何をやっていくかと言いますと、日頃お世話になってるね、島の住民の皆さんにプレゼントね、あげていこうかなと思います。まあ、やっぱりね、日頃からいろいろとね、この島の住民の皆様にはね、まあ、何かとね、まあ、動画のネタになってもらったりとか、いろいろそういうことがあるのでね、ここは一回ね、プレゼントをあげて感謝の気持ちをね、伝えないといけないんじゃないかなと思いまして、まあ、ただね、普通のもんあげてもあんまり面白くないなと思ったので、今日は何をあげるかっていうと、まあ、例えばね、ヒゲメガネとか、メイドの服とか、まあ、全身タイツとかね、こういうプロレスのマスクとか、まあ、こういうね、まあ、ちょっと変なもの、まあ、変なものって言ったらちょっとね、まあ、聞こえが悪いですけども、まあなんか少しおかわりに、一緒だな意味は、ちょっと一風変わったようなものをあげて、それをきちんと身につけてくれるのか、きちんと着こなしてくれるのかというのね、まあ、少し検証していきたいかなと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、第一住民、ひのこちゃんでございます。まあね、ほんと初期住民で、家もお隣さんでね、普段からね、ものすごくお世話になってるので、まあ、ひのこちゃんにはね、ちょっと僕よりもタイヤに夢中なのがちょっと気になりますけども、早速ね、プレゼントあげていきたいなと思います。みつみつ偉い、うん、そう、ひのこちゃんね、会うたびにみつみつ偉いって言うんですよ、謎にまあ謎にっていうか、なんかこう、2人だけの合言葉を作ろうみたいなこと言われて、じゃあみつみつ偉いってなんか、まあ軽い気持ちでやったら毎回言ってくれるようになったっていう、まあ、そんな律儀な子なんでね、早速プレゼントあげていきたいなと思います。まあ、ひのこちゃんはそうですね、やっぱ暑いわって言ってるだけあって、普段から情熱的な子なので、ここはプロレスのマスクをね、あげていきたいなと思います。ちょっとこれを身につけて、さらに熱いファイトを見せてくれ。プロレスのマスクじゃないか、こういうプレゼント。まああんまもらう機会はないよね、僕も人生で一回もないわ、プロレスのマスクもらったもん。ガツリ受け取った、ありがとう、ミスさん、熱いわ。あれ、ちょっと待って、あの、身につけてくれないのか、あのプロレスのマスクはしかもなんかえらい安い金額で、あ、プロレスのマスクは身につけてくれないプロレスのマスクは身につけてくれないんですね。あ、こういう覆面みたいなのって身につけてくんないのかな。あ、マジで覆面系あと2つあるんですけど、マジで。というわけでね、こいつも初期住人の緑の化け物オズモンド、まあ、この子にもね、ちょっとプレゼントあげていきたいなと思います。まあ、オズモンドはね、ほんとちょっと緑の化け物なんで、ちょっとその化け物感をちょっとでもね、薄める、なんだったらそれを個性にするすごいいいアイテムがあるんで、このヒゲメガネをあげていきたいなと思います。お、めちゃめちゃ衝撃受けてるね。お、さすが素直オズモンド、絶対似合うと思うね。ちょっと正面見せてほしい、絶対俺オズモンドとヒゲメガネの相性はいいと思ってる、こういうの結構好きだろうな。ちょっと正面見せて、正面ちょっと、あの、もっと見えやすい角度に、あ、そうか、家の中だったら俺がカメラを回せばいいだけの話だった。おお、なんか似合う似合う、ちょっと机が邪魔だな、ってかお前この机使いこなせてる。おお、似合う似合う似合う、オズモンドいいよ、良くなった。なんかね、そのりょうさんみたいなさ、眉毛がさ、正直うざかったんだけど、なんかね、このなんつーの、下のひげとなんかすごいバランスをとって良くなってるオズモンド良くなった、すごいいいキャラなってるこれはすごい、普通に良くなったわ。さてさて、いましたね、この楽器をいろいろ置いてあるスペースに、ゾウのパオロが、先日ね、誕生日祝ってあげたパオロちゃん。パオロもね、ちょっとね、足りない部分がある。パオロはね、なんかこうゾウという、そういう巨大なパワフルな生き物でありながら、ちょっと性格が優しすぎる、穏やかすぎるからね、ちょっとあのパワーをつけてほしいということで、マッスルスーツをちょっとプレゼントしたいと思います。マッスルスーツ着てくれ、マッスルスーツじゃないか。そう、ご存知マッスルスーツ。お、早速着替えてくれる、見たい見たい、パオロのマッスルスーツ。おお、なんだろう、微妙やなそんなにマッスル感ねえな、なんかなんだろうな、なんであんまマッスル感ないんだろう。あと全身、なんだろう、ワンピース系の服でもなんか上半身の部分しか結局出てこないんだな。うん、
なんかあんままっすぐか。いや、お金別に払わなくていいから。あとマッスルスーツって多分買うともうちょっと高いし。なんだろう。あ、でも後ろ姿はいいですね。前はちょっといまいちなんだけど、後ろいいっすね。あ、似合う似合う。あ、前もね、あ、前もでもよく見るといいな。腹筋も割れてるし、後ろの方が好きだな俺。後ろ見てて、今一瞬目で後ろいいね。ワイルドになったな。じゃあドレミちゃんにもあげていきたいなと思います。ドレミちゃんはね、今は違いますけど、たまにね、僕のあげたボアブルゾンを着てくれたりしてるので、いや、僕のあげた服は絶対着てくれると思うんですよ。まあ、僕がね、以前動画であげたメガネは、まあ、あれ以来部屋のインテリアになってますけども、じゃ早速、プレゼントしていきたいなと思います。ドレミちゃんはね、本当に僕一番好きな住民と言っても過言ではないんですけども、まあ、一番好きな住民だからこそもっと好きになりたいということでね、今回ドレミちゃんにあげたいものがあるんですよ。僕はね、結局一番好きな生き物はウサギなんですよね。だからドレミちゃんにウサギ要素を足せば最強になるんじゃないかなと思って、まあ、というわけでね、一番好きなドレミちゃんに一番好きなウサギの要素をプラスしてさらに好きになりたいということでね、ちょっとウサギの被り物つけてくれる？お、いただいちゃっていいよ、本当に。あれ、しまっちゃった。あれか、被り物はしてくんないのか。なんか、え、ドレミの写真くれた。え、いいの？あ、でもなんか写真くれたの嬉しい。あー、ありがとう。あー、でも被り物はしてくんないね、この感じは。ちょっと、あと1個ね、紙袋があるんだけど、これちょっと別のものに変えます。ただドレミちゃんの写真嬉しいな、ちょっと、普通にちょっと、見よ。めちゃくちゃ可愛いな、ドレミちゃんの写真。いや、こんないいもの。いやー、あとどこで撮ったんだろうね。この島、写真館とかないけど、俺の知らない写真館を、ドレミちゃん、通ってんのか。いやー、でも、めちゃくちゃ可愛い。これ、家宝にするわ。毎日舐め回すように見るわ。ね、ドレミちゃんの写真と、バスタオル姿の俺っていう。この画面のなんかね、カオスな感じ。はい、というわけでね、続きまして、むさ苦しい男アントニオ、まあ、こいつにもねプレゼントあげていきたいなと思います。さてさて、 DJ ミツ、なんかね、僕のこと DJ ミツって呼ぶんですよ、アントニオと緑色の化け物オズモンドは。それちょっとね、わけわかんないんですけど、まあ、DJ ミツからね、君にプレゼント。ちょっとね、アントニオね、まあ、今この表情もね、まあ、ちょっとね、角度的にちょっと見づらいですけど、やっぱちょっとむさ苦しいんですよ。まあ、そのむさ苦しさをなんとかデオドランドしたいなと思って、まあ、本当はね、紙袋をあげる予定だったんですけども、まあ、頭に被り物はなんかどうもしてくんないみたいな、メガネだったらいけるだろうってことで、今回、瓶底メガネの方をね、アントニオちゃんにプレゼント。これちょっとね、むささをデオドランドすれば、好感度がちょっと上がるんじゃないかなと思って。お、いいよいいよ、早速。てか、メガネかけれるのか、お前の顔の形状。メガネにあんま向いてない顔の形状してるな、よく見たら。大丈夫か、お前。いや、ちょっとかけれてねえよ。かけれてねえ。それは乗せてるだけだ。こういうの欲しかったっていう、社交辞令はすごいありがたいけど、うん、こいつむさいけどな。こういう社交辞令はできるから。ただ、お前にメガネはちょっと荷が重かった。なんか、違う、なんか浮いてるもん。すごい浮いてる、メガネが。それはメガネじゃない。だって目にかかってないもん。どうなってんのお前。完全に乗ってるね。いや、奇跡でバランス取ってるだけだね。なんだろうな、でも人間で言うと波平さんの位置ぐらいにあんのかな。ただなんかうまいこと、なんかこうお嬢様とかがさ、頭に本乗せてなんか歩くみたいな。なんかそれでなんか正しい歩き方をなんか学ぶみたいな感じの。それぐらいなんかバランスの取り方ですよね。あのメガネ落とさないように歩くことがなんか正しい歩き方。なんかメガネかけたら急になんか机に向かってなんか仕事始めたけど。急になんかメガネかけただけでできる男になったみたいな。はい、というわけでね、タコリーナちゃんいますね。魚介類でありながら魚釣りを楽しむというね。まあなかなか、まあ、キティちゃんが子猫飼ってるぐらいのね、なんかそういう違和感を感じますけども。ちょっとこれってプレゼントあげれないタイミングかな。あーペーな。なんかさ、前鉄鉱石あげると必ず住民の方からお返しもらえるっていう動画あげた時に、まあ、オズモンドとアントニオだっけな、アントニオじゃない、オズモンドとパオロになんか物あげれなかったんですけど、
なんかこう座ってるタイミングはプレゼントあげれないみたいなんですよね。でこうやって釣りやってるタイミングも無理なんかな。ちょっと釣りやめてもんないかな。ちょっと釣りやめてもんない。この踊りに免じて俺がなんかハッピーってやれば釣りやめてくれるかな。お、やめてもらえた。俺の気持ちが届いた。よかったよかった。ごめんね、タコちゃん。でもタコリーナちゃんにもね、あげたいもんがあるのよ。タコリーナちゃんにね、あげたいのね、僕ね、ズバリね、全身タイツなんですよ。なんでかっていうと、このタコボディで全身タイツ着たらどうなるのかなっていう。ごめん、興味本位なんだけど、全身タイツをどのように着こなすんかなってちょっと見たくて。ごめんね、なんか。ちょっとなんか、大丈夫。ショック受けてない。あ、喜んでくれた、よかった。そう、俺もね、嫌な気持ちにさせるつもりはないから、ただどういう感じで着こなすのかなっていうのを見たいっていうだけで。ちょっと着てね。お、なんか一丁前に照れてる。ほい、な、全身タイツには見えねえな。全身タイツにはあんま見えねえ。なんかみんなお金くれるけどどうしたんだろう今日。みんななんかもうなんかあげるもんなくなっちゃったんかな俺に。何なんだろう、なんか今日お金しかくれませんね。しかもなんか服安いし。ああ、なんだろう、でも全身タイツじゃないな、なんだろうなこれは。何を着てるんだろうな、もはや。ただなんかこう、うん、やっぱあれだね、ワンピース系も下までは着てくんないから上半分になっちゃうから、これ全身タイツとか少しなんか面白みが減っちゃいますね。あいつけど、え、モニカちゃんがなんかもう寝そうになってる。え、何、どうしたん、どうした、あ、病気だこれ。ちょっと薬あげないと。ちょっと待ってて、ちょっとおふざけは薬あげてからだ。お薬買ってきたから大丈夫。てかそういう時は一応横になっといた方がいいんじゃない。なんで君フラフラ歩いてるんだ。早く良くなりますようにって。なかなか鬼畜ですよね。いや、ほんと泣かないで。めっちゃ泣いてる。めっちゃ泣いてる。大丈夫か？そんなに泣いたら逆に頭に響かないか？頭痛に響かないか？ちょっとお薬、お薬。これで。すげえ、一発で効いた。一発で。こんな即効性のあるお薬、聞いたことないけどね。いやー、よかったよかった。モニカちゃん。お、なんかスポットライトもらった。ありがとうありがとう、スポットライト。僕もね、 YouTube でスポットライトちょっと浴びたいですけども、全く浴びず早 4,5 年ぐらい。このね、モニカちゃんにあげるときちょっともじもじするとこが少し可愛いんですよね。少し可愛いってなんかめらい俺上からだけど。でね、モニカちゃんはね、これモニカちゃんにもらったスポットライトあげたらなかなかクズですけど、今日はそういう企画じゃないので、モニカちゃんにあげたいものね。モニカちゃんはね、やっぱアイドル目指してるんで、ナマズじゃないですよ。ナマズあげませんよ。モニカちゃんはアイドル目指してるんで、パック。私とね、今、お揃いの。ちょっとお揃いになろうよ、モニカちゃん。パック。ちょっと早速。似合うっていうか、まあ、パックって、似合うとかそういうもんじゃないけどさ。ね。あ、つけてくんないのね。ああ、なるほど。顔にペタって貼る系は、あれなんだな、覆面と同じ扱いになるんだな、このメガネのフォルムでも。なるほどね。パックモニカ見れないのか。見たかったな。もう一人の犬、ロボにもね、プレゼントあげていきたいなと思います。寝るにはそれ早いよね。18時だもん。ロボにはですね、やっぱロボはね、ちょっとなんか、ハードボイルドなイメージがあって、なんだろうね、ちょっと硬すぎるんじゃないかなっていうとこもあるんですよね。その硬さをね、ちょっと柔らかくしてあげたいと思ってね、メイドの服をね、ちょっとあげたいなと思います。メイドの服あげたらね、着てくれんのかロボは。ちょっとね、これはもう実験ですよ。ちょ、メイドの服、メイドの服だ、ちょっと着てくれ。おお、着てくれるんだ、ナイスロボ。似合う似合う、かわいい。ちょうどこういうのが欲しいと思ってたの。除草壁、まさかの除草壁をカムアウト。結構俺とロボも深い仲になってきたね。助かったぜって言われてるもんね。
まさかお前に除草壁があったとは。バスケシャツ、なんかバスケシャツもらっちゃった、ありがとう。なんかまるでユニフォーム効果みたいになりましたね。まあ僕のユニフォームですからね、メイド服って。おお、似合う。かわいい。かわいい、かわいい。あり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 。ああ、俺がこの島になメイドカフェを作った際には、ほんと、リーダーとして、リーダークルーとして雇うからな。ほんと、ああ、似合う似合う。ずっとそれでいてほしい。ずっとそのままの君でいてほしい。お、なんか今なんかわかんないけど、なんかお茶目なポーズした。あ、なんかお茶目にしてる、なんか。あら、メイドさんが本読んでますね、お茶目。あ、なんかこの、っていうか、お前結構普通に可愛い肉球してたんだな。結構そういう可愛いものに憧れてる節はあったのかもしれない、もともと。なんか、ちょっと話も聞いてみましょう。変な目で俺を見るんじゃねえよ。見てねえよ、変な目では。ちった、ちったイメージ。ちった、変わったよ、本当に。うん、怖、いや、なんだろう、別の怖さを覚える人はいるかもね。うん、僕はこの多様性の社会全然ありだと思うけどね。うん、フランソワちゃんね、あげたいものが1個あるんですよ。やっぱフランソワちゃんね、やっぱセクシー担当なので、この島のよりちょっとセクシーになってほしいなと思って、まあ僕とお揃いにはなってしまいますけども、バスタオル、これちょっとね身につけてほしいなと。まあ僕と一緒にね、セクシーユニットを組まないかと。セクシーユニットね。おお、なんかなかなか決まってる顔してるね。そう、バスタオルよ、これちょっと着てくんないかな。お、いいねいいね、これはセクシーショット。 CM の後、まさかの衝撃のセクシーショットが、じゃじゃん、ダダン。あ、エッチ、これは予想以上にエッチですね。これはいいですね。ちょっと待って、え、ちょっと、わ、これはエッチ味が強いな。おじさんに、おじさんにもうちょっと見てごらん。あーら、これはいやらしい、これはいやらしい、最高ですね。いやー、これはいいものをあげてしまった。私とセクシーユニットも組めますね。で、ナンシカちゃんもね、ちょっとあげたいものがありまして、まあ、ナンシカちゃんもね、僕本当に可愛くて気に入ってる住民なんだけど、やっぱちょっとね、そのヤンキー気質、そしてギャル気質があってね、まあ、それでね、ちょっと距離を置いちゃう人もいるんじゃないかなと思って、やっぱ柔らかさがいるなと思って、まあ、ロボみたいな感じでね、それで、ね、今回ね、卵寿司をあげたいと思います。卵寿司を着てれば、あ、なんて愉快な子なんだと思って、もっとなんか子供からお年寄りまでなんか人気が出るかなと。卵寿司じゃないか、ちょっと照れるな、ちょっとじゃないと思うけどな。来てくれる、ありがとう。おお。卵寿司、結構でも普通に似合ってますね。こういう袖なしの服が普通に似合うんだろうな、ジェシカちゃんは。いいね、なんかみんなお菓子金くれるな今日。なんだろうな、こういうヘンチクリンな服ってなんか金しかもらえないのかな。あー、似合う似合う。後ろが卵になってますね。え、っていうかちょっと待って、パオロ、お前もうマッスルスーツ脱いでる。早え、脱ぐのが。お前なんかあるだろ俺に、なんかこう、危ね、お前なんか俺にあるよな、こんなもん着せやがってみたいな。かー、ナンシカちゃんほんとずっと卵寿司着てほしい。まあ、というわけでね、住民の皆様に、いろんなねプレゼントあげましたけども、まあそうですね、とりあえず覆面系のものは身につけてくんない。まあ、個人的にはね、オズモンドのヒゲメガネとフランソワちゃんのバスタオル、この2つはねかなり大成功だと思いました。あとね、ロボのメイド服も、この3つはね、うん、個人的に上げてよかったなと。うん、まあ、逆に身につけてくんなかったやつとか、まあ、なんとも中途半端な結果になったタコちゃんの全身タイツとかね、まあ、その辺はちょっとね、また次回こういう企画やる際に少し考えていかなきゃなっていけないとこでしたね。はい、というわけでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。またね、あつ森の動画投稿しますので、よければね、チャンネル登録などしていただけるとすごく嬉しく思います。ではでは、失礼いたします。お疲れ様でした。